最高視聴率 20.2%。 逆境に負けないヒロインが夢に向かって突き進む。鮮魚店を営む祖母と暮らし、デザイナーを夢見るドンヒ。届けそう。父を亡くし、叔父の養子になったチェール。내가어딜봐서도둑놈처럼생겼냐잘생겨도나쁜짓하는사람들많거든요そんなチェールに嫉妬心を抱く義理の兄ソンウク。그럼지금이라도나가살든가。裕福だったが、父の事業の失敗でどん底に落ちてしまったスンジュ。너한테만큼은들키고싶지않았는데。自暴自棄になったスンジュは、ドンヒの兄ジェソクと一夜を共にし、その後妊娠が発覚。책임질수있어。赤ちゃんの誕生を楽しみにしていたドンヒに突然の悲劇が。우리오빠가죽었다고요할머니세상에무슨이런일이다했더니아내도무심하시지그사람이책임진다고해서낳은아이야그사람이책임못지면동생이라도책임져야지동의가없어오빠애데리고나갔나봐요언니넌이제내아들이야時は流れ、4人に再会の時が訪れる。あ、죄송합니다。あ、당신。インターン이면インターン답게시키는일이나똑바로하세요。逆境を乗り越えた先に見えてくる幸せとは。나좋아하는것같아。나서동이좋아하는것같다고승주야。笑いあり、涙ありのサクセスラブストーリー。ブラボー。私の人生。